はい、おっさんです。今日はねスーパーで、ブラックニッカとソーセージ、あとパスタ、スパゲッティを買ってきました。で、これで何を作るかっていうとですね、まずはまずは氷、そこにブラックニッカで少々のソーダ、乾杯。おいしい。ブラックニッカ薄いね。はい、ソーセージ3本を頭を切る。で、このぐらいの長さに3等分かな。はい、折ったらハイボールを飲む。あー、ブハー、うめえ。そしたらこのスパゲティをね、ここにねぶっ刺します。こんな感じでね。はい、ではね、パスタを茹で上がったらたっぷりのオリーブオイルに、はい、鷹の爪とガーリックを入れます。その間にパスタを湯切りしておきましょう。本当はね、ペペロンチーノにしたかったんだけど、これが余ってるんで使っちゃいます。はい、これ、パスタの茹で汁を瓶の中に入れて再利用。はい、完成。わあ、うめえ。これ何リットルあんの？はい、安定の 1.8 リットル。無限だね。おっさん、この時点では無限だと思っていた。では盛り付けしていきましょう。はい、ではおっさんの夕飯いきます。乾杯。うはうめ。まずね、サラダから。昨
昨日からね、この糖質オフと普通のビールどんだけ違うんやねんっていうね、ちょっと動画撮っててこんな残骸が落ちてますけど、はい、こんな感じ、こんな感じ、美味しそう。はい、パルメザンチーズかけます。別に忘れてたわけじゃないんだから出ないな。これね、京都から買ったんですけど、あんま辛くないっていう触れ込みで買ったんですけど、すごい辛いんですけど、うめえ。今日はアイスもあるよ。